はい、ライム TV のライムです。他の人がやってない車ゲームをね、やろうってことでちょっと思いついて、こちらを探してきました。テスラモーターズシミュレーター。 よくこんなの見つけたなって自分でもびっくりしてんだけど、なんか 一般の人が作った、このエリック・ノールデスさんが作った、なんか非公式のテスラのなんかシミュレーターゲームですね。はい、やっていきたいと思います。後ろにスターシップが置いてあるんだよな、スペース X の。 やっていきましょう。はい、ということで始まりました。一人称視点ですね、謎にね。そして謎にクロスヘアがあって、これ銃とか撃てないよね、さすがにね。さあ、そしてこちらがテスラのね、はい、これは何ですか。これモデル S かな、モデル S ですかね。はい。さあ、そして奥に見えますのがモデル3。あ、これモデル S 同じ、あ、違う、モデル3だよね、これね。はい、モデル3ですね。モデル3、これ顔がね、可愛いよな。ちょっとポルシェ味もあるよな。 そんなことはないわ。はい。さあ、そしてこちらに見えますのがモデル X とね、いうことで、これね、ドアの開き方かっこいいんだよな。悔しいことにね、こうガルウィングになってね、上にスッてね、開くんですよね。いいですよね、ほんと。こういうね、なんか先進的なことをね、やっちゃうんですよ、テスラは。ね。ね、分かってるんですよね、ほんとね。電気自動車っていうのの中身が電気になればいいだけじゃなくて、こうね、見た目もね、電気に、で、なんかその未来的にしないといけないっていうのはね、分かってるんですよね。はい、ということで、ちょっとじゃあ、モデル S に乗っていきたいと思います。おう、早速ぶつかった。ひでえな。 今のはなかったことにして。サイバートラックが置いてある。ちょっと待って、これも見よう。あ、中身がステルスサイバートラックだ、これ。 ちょっと後で乗るか。まあ、なんか、ベータ版って書いてあったんですよ、このゲーム。だから、多分ね、まだモデリングが終わってないんだと思う。さあ、ということで、早速ね、こちらがモデル S。ちょっとキーボードで操作してるんで、あんまりうまくコントロールできてないんですけど、めちゃめちゃ速いですね、これね。加速がね、いい。ちょっと、ゼロで止まってやってみようか。はい、ゼロです。いきますよ。ゴー。モーターのパワーですよ、これが。ほら、速い。なんか動いてる。何これ。さて、ここ突っ込んだらまずくない？なんかまずそうなとこ来てしまってよ。あれー。あれー。なんかちょっと、おい、これなんだ？なんだ？これ避ける？弾幕？これ。これ東砲ってこと？ どうなってんの？これ。 ちょっと待って、ちょっと待って、おお、オッケー。まだちょっとなんか危険地帯を抜け出したんでね。はい。またちょっと戻りたいと思いますけども。まあ、モデル S こんな感じですね。これがね、まあ今、お金持ちの間で流行っている車ですよ、ほんと。ねえ、もう。だからすごいよな。テスラも最近ね、街中で見かける機会が増えてきましたからね。はい。これなんかテストコースみたいになってんの、ここ。すごいな。ちょっと一周してみるか。一周がどんぐらいの長さか全然分かってないけど、めちゃめちゃ速い。マックスは100、125キロぐらい出るんでしたっけ、これ。ちょっと覚えてないけど。でもテスラのサイト、俺もね、一回見たんだけどね、面白いんだよな、あれな。 なんかもう、アマゾンみたいな感じでさ。 なんか、本当にサイトでポチってやるだけで車買えるみたいなシステムなんだよな。クレジットカードで支払うみたいな、支払い方法の選択があってさ。 あれいいよね。 あんぐらい気軽に車買えるのいいよね。まあ、お金持ちじゃないので、残念ながら買えないんですけどね。はい。 はい、ということで、こちらがモデル S でした。じゃあ、ちょっと GTA 方式でこの辺に適当に乗り捨てまして、次、モデル3ね。はい、乗って、あ、これモデル S だわ。モデル3ない？もしかして。あるわ。あ、違う、これ違うな。あ、ないじゃん。 いいや、じゃあ。 はい、モデル X 乗りたいと思います。ドア開けたいとかってこれできない？さすがに。ないよね。なさそうですね。はい。カメラアングルがなんかこれで変えられるって。お、ボンネットの視点だな。で、これがなんか真横。はい。っていう感じですね。いいなあ。あ、なんかちょっと、微妙にこの辺やっぱなんかこう、ほら、凹凸のさ、試験やるとこみたいになってんだな。すごいじゃん。これ面白いね。これ。 なんか中国の超安い EV 車がさ、こういうなんか、凹凸のあるところを走ってさ、これなんて言うんですか。何走行路試験っていうんだ。まあ、なんか多分専門用語があるんだろうけど、俺よくわかんないけど、なこういうとこ、中国の超安い EV が走ってさ、なんか、ボコボコになるみたいな動画ね。あの動画結構前流行ったんだけど、
とはいえね、バカにしてらんないんですよ、中国も、ね、中国の EV 今すごい進んでるから怖いんですよね、はい。そう、 EV で思い出したけど、トヨタがねめちゃめちゃなんかこの前いっぱい発表してちょっとびっくりしてるっていうのがねあって、うん、あれだから欧州勢は涙目だろうねトヨタが水素をしてたからさ、あ、トヨタは水素やんでしょう、でヨーロッパ勢は電気で行くぜっつって言ってたところはね、なんかトヨタいきなり電気に走り始めちゃった、いきなりじゃないんだけどね、本当は前からやってたんだけどねちょっとヨーロッパ勢のメーカーはびっくりしてんじゃない。ということで、ちょっとじゃあモデル3ですね。これ一番好きなんだよな、テスラの中で。顔がね、超可愛いんですよ。ほら、もう可愛い。ね。最高だ、この車。だからさ、あんまりこう、なんだろうね、トヨタ結構、トヨタじゃないやって。すいませんでした。テスラ結構のっぺりしてんだよな、車が。だからさ、板車とかにしやすいんじゃないっていう、ステッカーとか結構、貼りやすそうだよね。貼りやすそうな感じしてるよね。なんならこの前もさ、ほら、インテークがないじゃん。でもセンサーとかなんかいっぱいついてそうだから、ね、そこがどうなのかよくわかんないけど俺、うん、なんかねこう一見結構のっぺりしてるからね、なんかステッカーとか貼りやすそうだよねっていう素人並み感です。はい、乗っていきましょう。いいな。だからさっきのモデル S よりかはちょっと遅いっすね。でもまあこれでも全然早いよな普通に。これ何、このハーフパイプはどうなってんの。これハーフパイプじゃないね、4分の1パイプだわ。これこのちゃんなんかすごいな、ユニティでちゃんとねこんなにしっかり作ってあるゲームあんまないよな。いやまああるんだけどさ、他にもいっぱいなんかその辺でなんか落ちてるさ、謎のマイナーゲームではあんまないじゃんこれしっかりしてるよな、ちゃんとな。登れないな、さすがに摩擦力が足らない。うわー、よし、あれ、はい、ということでスタックしました。これどうやって元の場所に戻るんだ ?T か。T。はい、戻ってきました。じゃあ次ね。はい、皆さんお待ちかね、サイバートラックにね、乗っていきたいと思います。ステルスサイバートラックですね。ね。はい、不可視化技術が進みすぎた世界線のサイバートラックですね。なんかさっきのモデル3ってあんま変わんないよ、これ。中身モデル3と同じじゃねなんかあんま変わらないよ。さっきスタックさせたやつが置いてある。ちょっと戻すか。ポン、戻った。あ、すごい、四輪ソーダだ。ほら後ろの車輪もちゃんと動く。あ、しっかりしてんねこれ。へえ、ユニティでなんか作ってあるからなんか適当なのかと思ったらそんなことねえわ、ちゃんとしてる、すごいほら、で速度出すと後ろは動かなくなるね。しっかりしてますな。いいね。な、音がでもごついですね、こっちの方が。モデル3より。なんか、本当に、ピックアップトラック感のある音がするね。サイバートラックかっこいいよな。これでも、いつ発売するんですか?めちゃめちゃ、ね、なんか、話聞かないですよね、最近。さあ、ということで、ちょっとなんか、こっちに置いてあったのが、この多分、なんだっけこれ、セミだっけ?セミみたいな名前のやつだよな。セミトラック。これね、あの YouTube に動画があるんだよな、これの急加速する動画。確かトヨタじゃないって何回間違う、テスラトラックアクセラレーションとかで検索すると多分ね出てくるんですよ、これのね急加速の動画が。だからね、あれ結構びっくりするんだよな、みんなな、うん、こんな速いのみたいな。実際速いんですよねこれね、すげえな。わー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 、よくない音がした。ああね、やっぱり加速の遅い車とかね多いと渋滞の原因になったりするんでね、これスムーズに加速するっていうのは大事ですよね、うん、という意味で電気が流行るといいんじゃないかなと思っております。ただし車好きなので、あのガソリン車がなくなるのはちょっと寂しいですがね、はい、まあ、世界のトレンドはこういうね電気自動車に変わりつつあるという感じです。ということで今日はね、こんな感じでなんかちょっとテスラのゲームを見つけたのでやってみたんですけど、まあテスラのゲームって別にテスラが登場してるゲームは他にもね、いろいろいくつかあるんですけど、まあ、こうなんかテスラオンリーの謎のゲームはね、結構面白いし、なんなら他の人やってないしみたいな感じでね、面白いんじゃないかなと思って今日やってるわけなんですが、はい。ということで今日もまた意味のない動画をね、
撮っていきました。ライムTVのライムでした。よければチャンネル登録、よかったらぜひともよろしくお願いします。理論上はね、この動画、この動画がいいと思った人はいないはずだからね。こんなクソ動画このゲームは素晴らしいんだけど、俺がこんなね、このゲーム一人でプレイするだけの動画はそんな面白くないだろうからね、この動画いいと思った人はいないはずだから、チャンネル登録者数がこの動画で増えることはないはずなんだけど。まあもしこの動画がいいと思った人はチャンネル登録してください。ひどいな本当にねえっていう感じですね。この坂登ってみたかったけど、まあいいや、はいっていう感じです。ちなみにここで始まったけど、これ建物の中は入れないのか、はいっていう感じです。ということで、なんかまあ、あれですね。テスラの、あれでした。動画でした。あ、あんじゃん、こっちに、後ろに、荷が積んであるやつが。これ動くよね。これオブジェクトじゃないよね。ちょっと待って、これ動かしてから、なんか、すごい終わる雰囲気で申し訳ないけど、もうちょい遊ばして。あ、しっかり動いてる。すごい、ちょっとこれ視点がね、視点あんまないんですね。すいません。はい、ということで。あ、でもいいな、これ。ちょっとこれでさっきのさ、東方ゾーンに行きたいんだよね。どこだっけ？こっちの方だよな、確かな。ここだ。おー、すごい。弾幕はパワーだな、やっぱり。弾幕じゃない、なんて言うんですか、こういうなんか。ちょっと、もう、門前払いされたんですけど、なんかもう、入るところで、入るところが入れなかったんですけど。はい、はい、ということで、戻っていきたいと思います。まあ、もうちょい進行してみるか。よし。あ、敵兵士がいっぱいいる。まずい。まずい。あー、くそ。敵に阻まれたわ。容赦ないな。俺もうこんな走れない状況なのに。こいつは止まんねえからさ、もう脱出すらできないっていうね、これ。ひどいね。おい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 。あ、でも一応なんかひっくり返りはしない。なぜかこの謎のパワーで戻る。GTA 方式だ、これ。ね。すごいですね。GTA 物理っすね。GTA 物理すごい好きなんだよね。車ひっくり返ってもなんかハンドル動かすと戻るっていう。地味に考えた人天才だよね。あんま違和感ないしね。あんま不自然じゃないじゃん。よくよく考えるとこれおかしいんだけど、なんかプレイしてる感じのなんかストレスがあんまないから、GTA 物理考えた人天才だと思ってるんだよね。はい、ということでね。じゃあそろそろ本当に終わりたいと思います。以上、ライム TV のライブがお届けしました。よければチャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いします。では次回もお楽しみに。なんかちょっと最近動画撮ってないけど、またそのうち撮りたいと思います。次回もお楽しみに。